皆さんこんばんはと言いたいところですが、おはようございますでもないです。貫徹というかね、今までちょっと取引をしておりました。土曜日の朝です。 FX は、土曜日の朝のね7時までが相場なので、2日間ね、取引できないので今日頑張りました。結果結構ひどかったんですよ今日。昨日見つけた、やり方で、昨日一昨日ね見つけたやり方でもう完璧だと思ってやりだしたんですけども調子が悪かった。まあ昨日同様なんか結果が出しづらい相場の動きだったんだよね。でマイナス1万6000ぐらいまで行ってて、あダメだなと。でそこから戦法を変えて今度は1分がしてね、もうあの本当に平均線をから上行ったら買う、下行ったら売る、もうその連続をやったんですけども、うまくいくところもあればうまくいかないところもあって、そこで今度は、もうマイナス4万まで行ってしまって、かなりね辛い思いをしましたね。もうそっから諦めようかなと思ったんですけども、でもね、FX は絶対その投資家になる上で、投資家になるための第一歩でね、どうしても得したいと思ってたんで、同じ1分貸しでやった売買の仕方をじゃあ5分貸しでやってみようと。で、5分貸しでやってみました。そしたらやっとちゃんと勝てるようになって、もしかしたら相場の動きがねちょうど、取引が取りやすい相場の動きだったのかもしれないんだけども、お店を閉めてからね、2時に閉めて、それから、集中してねずっとチャートを見ながら取り組んで、朝の7時までになんとか1万5000戻して、結局今日は2万5000の、マイナスというところまでで、なんとか終わらすことができましたね。1週間ね、この1週間週の頭はもう意気揚々でやりだしたんですけども、いろんな学びがありましたね。本当に頑張りました。たくさんへこんで、たくさん調子に乗って、やっと見つかったこれこそってやったらまた負けてっていうのを繰り返してね。でもね、僕はほら楽器の練習をね、ギターとかもうちっちゃい頃からずっと、ちっちゃい頃からって言っても中学生の頃からなんだけども、ずっと毎日コツコツ練習する癖があって、なんかね今日昼間にそれにすごく感謝できたんだよね。というのも、ギターもまあ今ピアノも練習してるんだけども、やっぱりね最初やりだした頃ってのは俺には才能がないのかなって絶対思うんだよね。でそれを乗り越えるために一生懸命コツ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 練習するね。トレードも絶対そうだと思って、取り組みましたね。だから、途中で本当に負けそうになるんだけども、負けるって気持ちがね、気持ちが負けそうになってしまうんだけども、必ず得得するんだとね、下手くそなのは当たり前ということでね、どん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 、相場と向き合って知恵を絞っていろんな対処法を、試しながらやったと。一番最後にねやれた戦法とか、時間軸の設定、それから平均移動平均線の設定とかね、そういうのを今メモって、寝ようと思ってます。朝の7時。今日はねうちのお店の新年会が昼からあるので、もうほとんど、睡眠時間がない状態で参加になりますが、今夜は多分ビデオが撮れないと思います。というわけで、日曜日の夜になるのかな、またお会いしましょう。
会いしましょう。明日も撮れたら撮ります。せーの。